こんにちは、サドチンです。今回は妖怪ウォッチブシニャンレジェンドメタリックコーティングバージョンを作成していきます。ブシニャンが好きで現在2体作っています。ブシニャンのパッケージはこちら、レジェンドメタリックコーティングバージョンはこちらです。側面の絵はこうなってます。オープン。説明書は普通のノーマル仕様のブシニャンと一緒です。袋から取り出すとこんな感じの部品になってます。自分でも塗装をしてみたいのですが、これだけ綺麗にメタリック塗装は難しいと思うんですよね。めっちゃ綺麗ですね、ブルーメタリック。それでは早速組み立ててみましょう。はい、シールを貼らない状態で組み立て終わりました。だいたい5、6分で組み立て終わりましたね。すごいメタリックバージョンはかっこいいですね。それではここにシールを貼っていきます。はい、シールを貼り終わりました。メタリック塗装されているのでものすごく存在感があります。すごい光ってる。シールはゆっくり丁寧にやったのでだいたい30分ぐらいかかりましたかね。前回自分でシールを貼ってキラキラにしてみたのですが、これを融合してできる限りキラキラのブシニャンを作ってみましょう。はい、この剣の部分とエンブレムの部分を前回作ったやつと交換してみました。すごいかっこいいですね。ほとんどがキラキラしてます。そして土台は前回ペイントしたウィスパーです。これはかっこいいですね。気に入りました。はい、今回組み立てたのは妖怪ウォッチブシニャンレジェンドメタリックコーティングバージョンでした。値段は1380円で普通のプラモデルよりちょっと高いですね。でもメタリックがすごくかっこよくておすすめです。それでは見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。悪いんですけど。